じゃあ今日はシュナちゃんの顔カットしていきます。この子あのマズル立派にヒゲ立派に伸ばしてたんですけど、今日はちょっと丸くカットしていこうと思います。まず顔は5ミリで刈っちゃいます。耳も5ミリで貼ります。よし、よし。耳縁はなるべく短いところで、皮膚、耳の皮膚は自分の指でガードし、つまんでガードして、なるべく短く切ってあげた方が綺麗に揃いやすいと思います。で、シュナは2ミリの子が多いと思うんですけど、白い子は毛量少ない子も多いし、毛の色も薄いから、あんま2ミリでやっちゃうとハゲ感がちょっと強くなっちゃうかなと思うので、まあこの子みたいに5ミリぐらいが、5ミリとか8ミリぐらいとかでもいいんかなと思います。で、あと僕はなんですけど、こう耳先、耳縁切るときは耳先に向かって切るようにしてます。こう耳先側から顔側に向かって切ると、この毛流と逆になるので、ちょっと失敗した時に段になりやすいんかなと思ってて、まあ、逆にそっちの方がしっかり切れるので、あの上手に切れる方はどっちでもいいんだろうなと思うんですけど、なんか僕は耳先に向かって切る方がこう微妙にこう毛が逃げて馴染みやすいというか、段になりにくいんかなと思ってやってます。この子眉毛もちょっと三角にかっこよくしてたんですけど、眉毛も丸くしようかなと思います。で、この子まつげ残しなのでまつげ残すんですけど、まつげ残しの時、プードルもそうなんですけど、まつげ以外の毛しっかり切ってあげると際立つかなと思います。もうほんま目の上カツカツというか、このまつげ以外の毛はしっかり切ってあげる。で、特にシュナちゃんって別にまつげ残しじゃなくても、このまつげの上しっかり切ってあげるといいんかなと思います。目がパッチリする感じになるので。で、シュナちゃんの場合は眉毛形っていろいろあると思うんですけど、この眉毛の丸みのこの頂点の位置で雰囲気変わるなと思ってて、まあ、これを内側にするのか真ん中にするのか、外側はあんまりないかなと思うんですけど、まあ、真ん中か内側ぐらいのイメージでしてあげた方が、まあ、おしゃれにはしやすいかなと思いますね。まあ、反対も同じ要領で切るんですけど、反対、僕もそうなんです。こっち側って苦手なんですよね。この角度、この角度をなるべく合わせるように意識して、こう、そこを意識しつつ切ってるというか、どうしても角度とか、あと頂点の位置ですね、をどこに持ってくるっていうのを意識しないと、結構左右対称になりにくい、むずいなと思ってます。で、こっち側もこのまつげ以外はしっかり切る。あとね、このセニングメガネハンドルなんで、この棒歯とくし歯でこの眉毛のここの眉間と眉毛分けたい時とかに、こっちくしでやっちゃうと眉毛掴んじゃったりするので、こっちを棒歯にして眉毛は避けつつ、ま、あの眉間の毛だけ取るみたいな風にして切ると、こう綺麗にライン出しやすいかなと思います。角度と眉毛の頂点の位置と高さ合わせてあげると左右対称になりやすいかなと思います。一旦こんなもんで、ちょっと白いか分かりにくいかな。次マズル切っていきます。ちょっと長いヒゲ断髪したいと思います。で、あんまし顎下ちょんちょんにするというよりかは、顎下ふんわりで丸く残す感じでオーダーです。こんぐらい残したらいいかなと思うので、まあ一旦こんぐらいでいきます。おりやんやんやんの、おいしょ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 。ここ今こんだけ長いんで、こう垂れちゃってるので、ここも短く丸みを出していけたらなと思います。よいしょ、よいしょ。
プードルもそうですけど、奥に出してあげると左右の長さとかが分かりやすかったり、極端にちょっと長くないかとかが分かりやすいんかなって思ってます。で、まあ、シュナだけじゃないんですけど、特に僕シュナで大事かなって思ってるのが、ちょっとこの上からの角度、上からの角度にしたら、ここめっちゃブワッてこう、ここがもうトゲみたいにブワッて角出てくることがよくあって、僕はちょっと上からしっかりチェック、上からっていうか、ちょっと下向きにした時の角をチェックせな、後で写真撮る時にブワッと出てきて、うわーってなるんで、ちゃんと下向きで、ちょっと下向かせて、重力の感じも見つつ、角を撮るのが、いいんかなと思ってます。顎下の長さ的にはあんまこれ以上ちょっと短くしたくないので、オーダーなんでちょっと難しいですね。これ以上は下だけでもしっかり丸めてあげるとちょっと丸くは見えやすいかなと思います。よいしょよいしょよいしょ、こんな感じになりました。いけてますか？ちょっと全然沈黙が多くて解説になってなかったと思うんですけど、こんな感じでちょっと僕もシュナは雰囲気で切ってます。じゃあまたチャンネル登録と高評価とリクエストあればお待ちしてます。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。